18,539 18,540。やっぱ筋トレっていいですよね。いや どうなの最近は。そうですね、いいじゃない。ここですね。あ、ここが最近の僕のチャームポイントになっております。これ上腕二頭筋と上腕三頭筋の間ぐらい。なんといっても僕はやっぱりこう胸で、胸、数々を落としてきたということになりました。これね、これ改良2改良ですけど、ありがとうございますね。今日104センチになりました。上等3桁に到達しました。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はですね、はい、あの治療院の立地戦略っていうのがあるんですけど、まあ、治療院の立地戦略って言ってもなかなか、まあ、大きい通りがいいとか悪いとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、人がいっぱいいるところってなんか儲かりやすいと思いますけど、その点はねどうなのかっていう感じなんですけど。難しそうですね。どうですか。難しい問題ですね。まあ、人通りが多ければ来てくれるんではないかというふうに思います。でもまあ人通り多いってことは要はみんな欲しいからお金が高くなると、家賃が高い、ね、そうですね、はい、で俺も治療院、まあ、実際ちょっとやった中であえてそこ外して駅から徒歩7分ぐらいのところで2階でやったんですね。でその方が家賃は安いし、大手に巻き込まれないってことですね。まあ、要はこうやって揉んだりとかする安いものと一緒の客が来てしまうと、まあ、要は潰されてしまうと。もちろんその大手の資本が入ってるけどこっちは入ってないと、自分の資本でしかやれないから大手のとこと戦ってしまってはいけないと。だからよりこのニッチマーケティングってですかね、まあ、俺は人妻好きだったんで産後のママ専門でさせていただいてたんですけど、だからそういうセグメントを分けて大手が取らないようなパイを狙わなければいけないと思います。要は立地で左右、立地であそこ近いから行きたいとかいうお客さんを取ってはいけないということですね。特に一人治療院の場合は。で資本が増えてくれば逆に言えばそういう近いから行きたいっていうようなよりパブリックな大衆に向けてどんどんとやっていかなければいけないとっていうところですけど、なんか社長の方もなんかいろいろと手広くやられてると思うんですけど、はい、そうですね。本業としては、撮影のプロデュースの方やってるんですけれども、まあ他にはですねやっぱりなんて言うんでしょうね、筋肉トーク、あとやっぱ世界の女性に対しての、笑顔の花を咲かせたいということでですね、身を削ってですね、みんなの笑顔の花を、世界中に咲かせられたらなということです。素晴らしいですね。ありがとうございます。ちなみにこういう男性はどうですか、杉本専務は。ドストライクですね。こういいですよね、この乳輪の形。乳輪の形、いやもうあれです、胸板が厚いとか言ってるのは、はい、もうにわかです。僕レベルになると、まあ、お尻の形もそうなんですけど、はい、お尻の味、味僕レベルになるとそれが分かるんで。味というのは具体的にはどこの部位の味という。あ、もう全然それはあります。小殿筋から中殿筋、大殿筋、もう梨状筋も全然やっぱり。あ、そこの評価をしっかりとされてるっていう、その評価がやっぱり味ということで。じゃあ社長、原田社長は何点ぐらいでしょうか、総合得点。そうですね、84点。あ、高い。ちょっと右の乳輪にちょっと無駄毛が1本だけ出てるんで、それはちょっと限定。限定ポイントですね。ここも逆に評価ポイントというのはどういうところでしょう。まあ、やっぱり味。味。胸板の厚さと、はい、ケツの形。そうですね。なるほど。あとはオイニーとかですね。オイニーですか。なるほど。匂いのことですね。総合的に判断して84点で合格。ありがとうございます。逆にどうでしょうか、そういう男性は。そうですね、普段あまり恐怖というものを感じないんですけれども、今回に関してはちょっと恐怖というものを初めて、まあ、久しぶりですね、久しぶりに恐怖というものを味わわせていただいて非常に嬉しく思っておりますね。まあ、治療院業界の大谷翔平と言われてますね。二刀流ってことですね。そうです、まあ、三刀流
爪どこ宇宙人あ、もう人外人外あ動物はまだ動物はまあ馬ぐらいです馬ということで、あの、まあ、治療院の立地戦略は一人治療院は考えなくていいという結論になりましたので、では次の動画もね、あの原田社長出るかどうかわかんないですけど、まあ楽しみにしていただければと思います。大丈夫ですか今回コアなとこにニーズはあるんじゃないですか。あ、まあ、そういう人たちが増えていけば、あ、これもあれですよね、その立地に こだわらないと、うん、コアな人コアな人ね、ファンをつけるとこれでまとめサイトとかでここださ切り抜かれてさ、なんか、はい絶対ありそうな感じするけど、フリー素材になってるみたいな。フリー素材あんまり使わないでいただきたいということで、はい、お願いいたします、ね、ではごきげんよう。